いどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はクロニクルバトル、ブレイブ集め、勲章集めを同一装備、同一パーティー、同一行動でワンターン周回できる方法をご紹介していきたいと思います。もちろんそれぞれやっていくのはレベル10となってます。オートリピート機能を使って簡単に周回ができます。今回肝になってくるのがサラマンダー、レイドボックスを最後まで開封すると固有スパモグもらえますので、サラマンダー同士の合成は一時、待っていただければなと思います。サラマンダー気をつけた点は、ヒトキラーを200、植物キラーを275といった配布の装備構成、そしてアビリティ構成となっております。ビジョンカードは、攻撃力の高いもの、攻撃力に補正がかかるものを採用いたしました。やっていくのはサラマンダーの戦うのみとなっております。敵1体に2万5000の防御無視 50%、 つまりは5万の戦うが2回発動するようになってます。それは自身のスパトラの効果で、戦うの回数がプラス1回されますので、グループ16が2回発動するような形となっております。なので、今回意識する点はトラストアビリティを発動させて戦うの威力加算をプラス1万するような形となっております。じゃあ早速ねやっていきましょう。で、相方は別に誰でもいいので、まあ時短に、戦う、まあ、チェイングループ16になりますので、そんな形で合わせていきたいと思っております。時短の戦うもグループ16に変化いたします。武器は1個のみという形になってます。あとは別に、これは前回のねなんか動画でついてるやつなので忘れてください。武器1個だけついてれば OK で、重要になってくるもう一人がビビで、味方全体に火属性を付与することができます。まあ属性は敵の弱点に合わせて火か氷か雷どれか付与していただければいいのかなと思います。じゃあ早速ねやっていきましょう。で、まず立ち回りといたしましては、ビビ使って火属性味方全体に付与していきます。で、あとビビには黒曜の腕輪をつけておりますので、先制デバフ、そして火属性のデバフも入れられるようになっております。こちらはストーリーで獲得ができますので、ぜひ作ってみてください。さあ、じゃあやっていきましょう。あとは、上の2人はですね、青の波動や衝撃水流チェインを加えて、まあ、少しチェインを稼いでいくといったような流れでやっていただければいいのかな。あとはリピートボタンを押して設定を見て、前回操作再現ではなくワンフレームの全クエストオートリピート機能を採用していただければ、まあ、リピートボタンをポチッと押せば、これで、簡単に周回ができるようになっております。ベアトリクスに与えられるダメージは、まあ、多分60オーバーかな、70近いね、70オーバーするので、まあ、簡単にワンターンでの周回ができるようになっております。じゃあ続いてもう一個ソウルゲージの方もやっていきましょう。まあ、同じパーティーで、同じ行動なのでオートリピート機能を使ってこのまま周回することができるようになっております。まあ、見ていくとオートリピート機能が発動して、まあ、開幕デバフが入って火属性が付与されてワンパンという形になりますので、まあ、結構比較的サラマンダーさえいれば周回ができる形になっていますので、ハードルは低めかなと思っております。いかがだったでしょうか。まあ、周回がねもらえるブレイブの数が違いますので、まあ、ブレイブだけ欲しい場合はソウルゲージを周回し、まあ、勲章が欲しい場合はベアトリクスを周回するといった形で使い分けていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたね。